家族や友人など最愛の人を失うことは受け入れがたい人生の過酷な現実でもあります。しかし人に寿命がある限りいつかは必ず別れが訪れます。残念ながら誰もその自然の摂理を変えることはできません。ましてや自然災害や交通事故などの思いもしない不慮の死による突然の別れは残された人々に悲痛な深い爪痕を残します。そして予期せず突然の死が訪れた本人も残された家族やこの世に対して悔しい思いを残しているはずです。そこで今回はもし最愛の人が不幸にも亡くなってしまった際その人が身近にいることを示すとされる代表的な8つのサインをまとめました。ぜひ最後までご覧ください。サイン、その1、亡くなった人が夢に現れる。人の睡眠中に生じると言われている無意識領域は一説によると魂の世界の出入り口と考えられており、亡くなった人が利用する交流手段の一つと考えられています。あまりにも現実と見分けがつかないリアルな夢には亡くなった人からのメッセージが込められている場合がありますので、注意深く思い出してその思いを汲み取ることを試みてください。そしてもし夢の中で故人に再会したら、夢が覚めても一緒にいてねとお願いしてみましょう。つかの間ですが目覚めの瞬間に故人のぬくもりを感じることができるといいます。サイン、その2、亡くなった人の香りがする。嗅覚は記憶と密接に関係しているという説があります。あなたの最愛の人の魂が近くにいるとき、その人が愛用していた香水やタバコ、好きだった料理などの香りが不意に漂ってくることがあります。それは亡くなった人があなたに直接メッセージを送っているかもしれません。特にその人の体の香り、例えば汗や体臭などの香りを感じた場合は、より至近距離にいて何かを伝えようとしているサインだといいます。サイン、その3、持ち物がなくなる。不思議なことに、あなたが普段使用しているものがいつの間にか他の場所にあったり、あるいはなくしてしまったことはないでしょうか。もしかするとそれは個人があなたにいたずらを仕掛けているのかもしれません。バカバカしく思われるかもしれませんが、亡くなったからといってその人が冗談をしなくなるとは限らないのです。あなたが困った顔をするのをただただ笑って見ているかもしれないのです。そんな時はその人がそばにいることを想像して一緒に笑ってみることをお勧めします。サイン、その4、電化製品のサイン。普段の生活の中で突然照明がちらついたり、電球が切れたり、電化製品が故障したりすることはないでしょうか。まるで古い映画のような話になりますが、これらの現象はあなたに悪いことが起こる、または今現在起きているということを個人が知らせている可能性があるといいます。これらの現象が起きた場合は対人関係など自分自身を含めた周りの現状を十分に把握し、将来起こり得る悪い事態に備えることが必要かもしれません。サイン、その5、動物の奇妙な行動。もし個人がペットを可愛がっていたとしたら、そのペットに会うために現れることがあるといいます。動物は人間の数千倍数万倍という嗅覚や聴覚で超自然的な事象にも反応するとされており、何らかの見えない存在を察知することができるという説があります。その見えない存在とは、そのペットを可愛がっていた個人である場合も多く、例えばペットの犬が突然何もない空間を見つめて吠え始めたり、尻尾を振って明らかな反応を見せているときは、自分に会いに来てくれた飼い主を歓迎しているという意味の反応という可能性も十分考えられるといいます。サイン、その6、触れられた感覚。あなたが一人でいるとき、突然何かに優しく触れられた感触を感じたり、
室内にいるにもかかわらず急激な寒さを感じたことはないでしょうか。その触れられた感覚が懐かしいまたは心地よいと感じた場合、その多くは亡くなった最愛の人があなたに接触したり強いメッセージを送ろうとしている可能性が考えられるといいます。もしそのサインを感じ取った際は静かに目を閉じ心を開くことで最愛の人のメッセージを受け取ることができるかもしれません。サインその7、個人は生き物のエネルギーを通して訪れる。亡くなった人のエネルギーは短い時間であれば蝶やテントウムシ、トンボ、鳥などの小さな生き物の中に入ることができるといいます。例えば一匹の蝶が前触れもなくあなたの肩や手に止まったり、小鳥が窓辺に近づいてきて泣き始めたり、そんな時個人は小動物に姿を変えてあなたは一人じゃない、私が見守っていますと伝えに来ているといいます。サインその8、意味のある音楽や数字。例えばテレビを見ていたり、あるいは街を歩いている時にどこからともなく個人が好きだった音楽が流れてくることがあります。その瞬間あなたの愛した人があなたのすぐそばにいるかもしれません。とても重要なのは個人は曲の内容を通してあなたに思いを伝えているということです。ぜひその曲を一緒に口ずさんでみてください。さらにふと見たデジタル時計の数字や何気なく見た前を走る車のナンバーなどが個人の誕生日や記念日などの大切な日時だった場合も同じです。これも個人が私はあなたのそばにいます、あなたをいつも思っていますと伝えていることを決して忘れないでください。今回ご紹介した様々な事象は古来より伝承されてきたものやスピリチュアルカウンセラーと一部の霊的な能力を持つとされる人たちの見解であり、残念ながら科学的根拠や統計データといったものは存在しません。言うまでもなくただの偶然と切って捨てることは簡単です。一方で現代の科学をもってしても解明することができない様々な不思議な事象が発生していることも明白な事実です。このことからも私は偶然と考えないという強い姿勢を持ち、強く信じるだけで愛しい亡き人の存在を身近に感じられることができるはずだと当チャンネルは考えます。ほんの少しでも最愛の人と一緒にいるという感覚をいつまでも忘れないために、いかがでしたでしょうか。貴重なお時間を割いて当動画をご覧いただきました皆様のご多幸をスタッフ一同心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。これからも一度しかない人生に役に立つ有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。